こんにちは、アダイカグベッド館の M 島です。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はですね、あと5日後に、弊社の、大阪枚方市のベッド館の方で、ゼロ円セールをやります。まあ、その商品の、一部ですねを紹介したいなと思います。まあちょうどこの後ろにありますこうリビングボードのセットなんですけど、まあ本当はこれ1本全部でもうちも良かったんですけど、まあ持って帰られるっていうのがね、これ全体ですとすごい量で、まあなかなかお車にも乗らないということで、まあ、前回毎日放送さんの方で0円セールやった時にも一番大きめのこうテレビボードが最後の1本残って、まあ最後は0円で持って帰っていただいたんですけど、ちょっとお時間が1本だけかかったということで、まあこちらの商品ですね、これまあ3本で定価が30万1100円の商品なんですけど、まあこれを1つずつですね、まあ今回の0円セールに出店いたします。まあちょっと見えにくいんですけど、ここの上の部分に、電気ダウンライトがこうついてるという、一つ一つにちゃんとついておりますので、すごくおしゃれな商品ですね。そしてこの真ん中の商品だけこうテレビボード、壁掛けのテレビ、薄型テレビが付けられるようになっております。でまあ30万1100円ですから、まあざっくりと約10万円ぐらいの上代の商品なんですけど、まあこちらの方が今回0円と。でこちらのテレビボードの台がついたこちらの商品も0円になります。この2つはちょっとついてませんのでご了承ください。でこの3本目のこちらの商品も、まあ0円。こういう形になっております。で、こちらのテーブルですね。もうちょっと詳しく言うと、この上の部分にこういうライトがついてます。で、まあ棚ですね。で真ん中のやつだけにこのテレビを装着できるような機械がついております。で全て下の部分っていうのが、一番端のはこう引き出しスライドですね。でこちらがオープンで、まあビデオとか入るような形になってます。で最後の一つもこう引き出しのタイプになっております。とですね、今回こちらの 1P 一人用のソファーも0円セールに出店いたします。まあこちらですと結構持って帰りやすい大きさにはなっている。続いての出品がこちらの白のですねキッチンボードですね。上下がこう開きですね、観音開きになるタイプで、真ん中が、オープンスペースになってますね。中にも棚はちゃんとついております。こちら6万8300円の定価の商品なんですが、こちらも0円セールに出品させていただきます。続いてはですね、こちらのキッチンキャビネットみたいなものですね。まあ小さめのちょっとした台になりますね。真ん中が、引き出し、その上は空洞になってます。下が開き、まあ、こういうような状態ですね。こちらが一応、上代で3万8000円の商品が一応0円ということになります。本日最後の商品はこちらですね、白のストッカーになります。
上が開きになりますね。中の棚板がこちらについてます。で、引き出しと下も開きになってますね。一応今日までで一応紹介は終わりで、総勢は20点ゼロ円制度出店しますので、まあ、先着20組限りという形になります。必ず、開催して、商品が決まったお客様、その日中にお客様の自力でお持ち帰りということが条件になりますので、何卒よろしくお願いします。まあ、これ以外にも、ちゃんと商品をご用意しますので、まあ、当日を楽しみによろしくお願いします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。